さあ続いては木曜吉本コーナーです、はい、今週はリッチズショーをお送りします。坂口さんよろしくお願いします。出ました。もう先言っちゃってるからもう俺今からタイトルコールするけどもカモン行くぜリッチズショー。はい、切り替えて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 、はい、よしこっちこっち、そうそうそうチュッチュが入っちゃうとちょっと ね、お昼時なんで、はいはい、さあということで、まあこのリッチーズショー僕が気になったものをね、はい、いろいろとここでご紹介しようかなという、はい、コーナーなんでございますが、はい、あのちょっと今日ニュースのところからもね、はい、あの振り返ってみると結構お仕事関係のニュースも多かったと思うんですよ、はいはいはい、で今回ちょっとごめんなさいリッチーズショーもねあのお仕事に関するイベントの情報をねちょっと気になったんでご紹介しようと思います。あ、お願いします。こちら見てください。静岡お仕事アイランドということで、うん、もうお仕事アイランドって言ってますがどんなイベントなのかちょっと想像つきますか。いやだから名前からしてはちょっと楽しそうな感じします。そうですね、お仕事だけど、うん、ちょっと昭和のなんか、うん、歌にありそう歌です名前ですね2人のアイランドとかなるほどねそういうことでしょ、まあまあなんかいろいろお仕事に絡めたイベントですか ね、ちょっとねひらがなが多めなイベントとなっておりまして、そんなことないいやだって静岡お仕事でタイトルがねタイトルがねそう、あそういうことです。まさに本当素晴らしい、このイベントですね、うん、まずあの、まあ、立ち上げた方々のねちょっとご説明からさせていただきます。中小企業家同友会というね、うん、まあ、あの団体がありまして、はい、1957年に東京で誕生した団体なんですが、はい、この静岡支部が主催をしておりまして、はい、でこの団体何かというと中小企業の自主的な努力と団結の力で中小企業を守り日本経済の自主的で平和な発展を目指そうということで、まあ、経済回していこうぜみんなでっていうことですよね、うんうん、はい、でそれぞれの企業の特性を生かした体験を通して子どもたちに仕事の楽しさを伝えるのが目的ということで、やっぱりこういう団体に属している方いろんな職種ありますからね、うん、はい、そういうところが、仕事は楽しいよって、ね、伝えたいということですね、ね、はい、でちょっとこれ読んでください台本ここ読んでください。マリアさん、あなんかのキッザニアみたいな感じなんですか。そうなんですねキッザニアみたいな。やめてくださいよ。で、何ですか？いや、いいです、いいです、やってください。じゃあ、行きましょう。はい、この静岡アイランお仕事アイランドのですね、うん、PR 動画っていうのがあるみたいなんで、はい、縦長再生します。うん、どうぞ。はい、将来どんな仕事をしたらいいか迷い、できれば楽しい仕事をしたいと思っている小中学校の皆さん、我が子の将来の幸せを願っている親御さん、子供のうちに様々な仕事の楽しさを体験できる機会って本当に少ないですよね。でも大チャンスです。我々にお任せを。9月16日月曜日祝日、ツインメッセ静岡北館に行かざ。静岡お仕事アイランド。日本を支える静岡の中小企業経営者が体験を通して仕事の楽しさを伝えます。言っとくが合同企業説明会みたいな眠ったイベントじゃない。炎上必至の癖が強い経営者たちによるなるほどとなる現場の知恵、ネット上には挙げられない経営者の個人的な経験談、企業説明会じゃとても言えないやらかした失敗談、普段なら触っちゃダメと怒られる道具や材料を自ら触って体験できちゃう。だから短時間でも仕事がよくわかる。職業選択の幅が広がるのはもちろんだけど、楽しそう、大人ってバカずりって思っちゃうよ。対象はなんとなく小学校5年から中学3年だけど、絶対大人もハマる。遠慮なくご来場ください。主催の中小企業家同友会は今まで静岡市内の各学校へ出向き、延べ59校417社4773人の体験事業の実績があり、高い評価をいただいております。これがなんと入場無料。一部お土産付きの体験コーナーでは数百円の有料チケットが必要です。イベント詳細申し込みはウェブサイトで静岡お仕事アイランドで検索してください。はい、いかがでしたか。もうあの、うん、この1分半の動画の中に、はい、全ての情報が詰め込まれております。いやだいぶね詰め込まれてましたね。なかなかないですよ、こんなに全てを詰め込む動画ってなかなかないです普通はね、はい、気になった方はホームページへとかね、うん、そういうのやるんですけど、誘導してね、全部説明してたでしょ、うん、それぐらい熱量が高いということですよ、ね、いやもう熱量感じましたよ、ね、熱い思いを感じました、うん、そうなんです。でも楽しそう、子供たちが楽しめそう。本当に思いました。思いましたよ。どういうところが楽しそうと思いましたか。普段触れないような機械を触ったりとか、うん、そういうのを体験できるっていう、いいですよね。今の動画でやっぱりすごい全て分かりました。あ、さすが、うん、
さすがマリエさんです、お父さんお母さんが、ね、何のために、今の仕事をしているのかとかね、はいはい、これから働く未来の自分がどんな仕事をしたいのかとか、うん、まあ、仕事に関するものをみんな想像してもらおうということですよね、うん、自分の興味のある仕事って何なんだろうかとかね、うんうんうん、で自分がその後プライドを持って仕事をして、地域に貢献できるのかとか、なんかそういういろんなところをちょっとね、クエスチョン出していくみたいな、そういうイベントになっております、はいはい、まあ、仕事って最高に面白いんだよねって思ってもらえるようなさまざまな体験ができるということで、去年参加した子どもたちの感想を交えながらね、いくつか、ご紹介していきたいと思いますが、はい、まずね、富士ドライ商会さんの、はい、まあ、クリーニング屋さんですかね、はいはいはい、綺麗な服の畳み方を知ろうということで、これね、でも意外とこれ僕は助かるというか、うん、あ、これはいいかもしれない、ね、うん、で僕これ一回も習ったことないから、うん、僕今まで一回たりとも綺麗に畳めたことないんですよ、うん、僕、ね、うん、残念、あの正面で畳むやり方とかも分かんないのよ、うんうんうん、で YouTube 見ても分かんないから、こうやって手取り足取りやってもらうっていうのがね、あ、手取り足取りはちょっと言い過ぎかもしれません、申し訳ございませんが、まあ、いろいろ口で言ってくれるかも、手取り足取りだとちょっと気持ち悪くなったりするかもしれない、気持ち悪くないですし、でもさ、クリーニング屋さんからさ、はい、帰ってくるセーターとかシャツとか綺麗じゃないですか、うん、そうそうそう、本当にこれためになります、ね、うん、その畳み方、そう、だからこういうのを習うとね、何歳も、親御さんもね、喜ぶじゃん、そうそう、帰ってきてね、子供ができたら親御さんも喜びますよね、そういうことですよ、ね、これで家族 あの会話もスムーズになるということですね、だから何歳までもね、そうやって人の役に立つことができるんだよっていうことを伝えたいみたいなね、うん、話でございまして、はい、で子供たちはね、洗濯ってこんなに大変なの、むずい、お母さんって大変だなって言ってる子がいたりとかね、よしよしよし、他にはね、狙い通り、お母さんが洗濯物を畳んでくれていることに対してありがとうって思った、ちょっと僕を映さないで、今ここでここで僕映したら僕すごい恥ずかしいからちょっといい加減にして、本当に声変えないでいいですよ、ちょうどイヤホン取れたし、声変えないでいいです、あ、そうなんですか、はい、イケアさんかと思ったらちょっとおい、ね、そんなことねイケアだけどさ、じゃあ続いてはこちら、はい、株式会社ヤマさん、配管つなぎを体験してみようということで、これはかなり特殊な作業ですけどね、普段何気なく使っている水道の見えない部分がどういう構造になっているのかをちょっと知ってほしいということですよね、でこれに触れた子どもたちは、水道の見えない部分がどうなっているのかを知れた、ちょやめて、ちょっとだからやめて、早いのよ、やめてください、え、入ってこない、たつきくん、僕のイメージたつきくんが喋ってますんで、はい、水漏れがどれだけ被害が出るかを知れたって、ね、で他にはきちんと養生しないと知れない間に建物が傷ついてしまうかが分かりましたっていうね、まあ、そう、養生とかっていうのもそういうちゃんと計画的にいろいろやっていかないといけないんだよっていうのをこういうところで学べるということですよね、白井さん泣いてるな、涙出てきてる、ちょっとハマってしまいました、進めてください、え、俺そんな感動させるようなこと言った、感動じゃない、感動の涙じゃないから、ちょっとやめて、ちょっと続いてはこちら、はい、光る泥団子を作ろうということで、株式会社斉藤組、これは一見ね、どういうつながりがあるんだろうと思うと思うんですが、この左官屋さんが土を使うものですよね、左官屋さんということはね、その左官屋さんが光る泥団子をこうやって土に触れてるとこういうこともできるようになるんだよっていうのをレクチャーするということですよね、だからもう本当にいろんなワークショップが詰まったイベントということなんですが、素晴らしい、ね、見てください、参加している子どもたちも真剣な顔、いや、これはね、楽しいと思います、うん、ね、そうそうそう、手前の子が言っております、はい、ね、おかっぱ頭の子がなんて、丸くするのがまだ感じかったちょっとやめて、だから本当にね、いや、もういいや、もう気にせず行くわ、うん、そしたら、うん、で、その奥にいた子が、うん、実際に作ってみて感動したね、で、その、まあ、さらに奥にいた子がラジオじゃないんだよ、ラジオじゃないんだよ、ラジオの声が出ちゃってね、ラジオっぽい、なんかそうですか、ズミさんみたいに言うな、はい、ということで、はい、まあ、いろいろ見てみましたが、どうですかお二人、ねえ、もうあ、まだある、ちょっと待って、まだある続いてこちら、はい、大工さんね、有限会社下野工務店、
すごいすごい、ね、すごいですよ。これもう完全に木で枠を作っているという、 もう家を建てる構造をね、はい、こうやって、ね、あのミニチュアと言いますか、うん、で教えてくれるということですよ。これ大人でもやってみたいですもんね。ねえ、ちゃんと叩いたり組み立てたり、やってみたい。これ本当に、ね、でこれ本当に本格的なのがさ、いい、ね、単純に縦と横だけで枠組み作ってるんじゃなくて、はい、斜めを入れてるということで、うん、なんで入れてるのかっていうレクチャーも絶対されてるはずなんでね、これ。そうですね。ね、すごいですよ。で今あの一番左のそのくぐってる女の子いるじゃないですか、はいはい、その子が、はい、使い勝手の良さを考えることが大切なのだと感じましたって言っておりまして、うん、で左端のね、あの壁側に寄ってた子たちがデザインばかりに気を取られて使い勝手まで考えている大工さんはすごいな。それはイケアさん、大人だよそれ。イケアさん、イケアさん、中尾明さんで、イケアさんがあ、お客さんが住む家がどういう使い方するのかをお客さん視点で考えるって、うん、すごいよなって言っております。子供の意見じゃないの、これ。ちょっとあの、本当、あの、ふざけすぎ、みんな。で、はい、まあ、いろんなね、体験が様々あるんですが、はい、数、ワークショップの数、はいはい、これね、びっくりしますよ。これずらららららっとありますが、これ下にも行くんじゃないのかな。そうだね、はい、半分ほら。合計28種類。すごい。これね、こんなイベント僕聞いたことないですよ。28種類もあるイベント、はい、ね、28社がじゃあ集まってるってことですよね。そうそうそう、素晴らしいです。でその他には有限会社ムツゴロウ薬局の徳川家康秘伝の漢方薬を作ろうとかね、なんかそういうのもあったりとか、ね、あとはパトカーに白バイ、はい、消防車、さらにトロベー、シズラ、葵くんも会場にいるということでね、いろんなものに触れられるんだよと、はい、で駿河消防署は消防士になって人命救助を体験してみると、これどういう体験できるのかマジで分かんないですけど、マネキンかなんかですね、こうね、心臓マッサージしたりとかやるんじゃないですか。いや、そんなんで済むのかな、ちょっと分かんないですけど ね、 ね、もしかしたら火事の場所があるのかもしれないよ、それは分かんないよ。楽しみだね。さあ、ということで、イベントの詳細をお教えしたいと思います。、はい、こちらお仕事、静岡お仕事アイランド、9月16日祝日の月曜日でございますね、はいはい、午前9時半から午後4時までのイベントとなっております。ツインメッセ静岡北館です。対象は小学5年生から中学3年生と書いてありますが、でも参加してた子もっとちっちゃい子もいたような気するんですけども、これはいかがなもんでしょうか、どうなんでしょうか。いやいや、対象小学校5年生からワークショップの、ね、写真だけ、ね、ちょっと拝見させていただいたかもしれないんですけども、なるほどね、はい、まあ、一部有料のチケットが必要な体験もありますよ、はい、ということで9月10日時点ですでにですね、うん、1000人近い、すごいあるということで、いや、これはちょっとやっぱ親としては、ね、入場無料ですもんね、だから1000人、参加させたいなと思います。1000人集まってるんだったらもういいんじゃないのかって思うんですけどね、こういうところで言わなくても。でもさらに1万人目指して、はい、2万人目指していこうと、うん、いや、それ会場大丈夫、大丈夫でしょ、すごいね。一言言わないでください。そう、いや、でも目指したいでしょ、絶対。まあね、OK だね、そうですよ、はい、静岡お仕事アイランドで検索してみてください、はい、以上、カモンリチーズショー。はい、はい、あ、いいですね、あ、いいですね、ありがとうございます、いいカメラワークありがとうございました。さあ、それでは劇場のお知らせをお願いいたします。はい、あ、ポスター、はいはい、ポスターがね、横にありました。はい、こちら、かっこいいじゃん、単独ライブあります、今年も、11月4日、祝日月曜日、うん、午後6時から、これが静岡市の辻の札クラス、辻の札クロスホール、札の辻、ね、あ、札の辻、はい、クロスホールね、伊勢丹の目の前です。そして12月14日が沼津楽園吉本劇場、両方午後6時からでございます、うん、はい、で、ちなみにですけどもね、このポスターに書いてある衣装を着たコントね、はい、これは一切やりませんのでね、よろしくお願いします。そうなんだ、やりません。あ、そうですか、はい、よろしくお願いします。はい、ポスター皆さんぜひお越しください。以上、吉本コーナーをお送りしました。なんかだ。さあ、この後は天気予報をお伝えします。